ランフォザローです。これが収まって。ダイヤモンドステークスゲーティン完了スタートしました。うちで1番のグレンガリーがポンとコースタートを切りました。3。コーナーに向かいます。真ん中から7番ベローチョロ8番のアンティシペイト黄色い帽子2。頭が続いていきますが、1番グレンガリー先頭8番のアンティシペイトが2番手につけて3。コーナーカーブ、その差が2馬身から3馬身になりました。 その後また2バシンがいてインコース7番のベローチョロ3番手でしたが外から13番ゴーストこちらが3番手に上がって連れて9番の帝王ロイヤルが今4番手に上がっていきました。これらを追って中段から11番のカウディーロ3,4コーナー中間バグンの中5番のカレン・ルシェルブルが行って3内は3番のバルコスが続きました4コーナーカーブ外からは12番のメロディーレーンが続いています。 4コーナー回ってホームストレートに入りますあとは2馬身がいて2番のセントレオナード後方集団になりましたその外からは10番のレクセランスこれも後方集団4脚標識を過ぎて坂を上がります外から14番ランフォザローゼス坂を上がりますあとは1馬身半差4番のアドマイア・アルバと6番のト選セン・カンビーナ並んで後方です1 0 0 0ル最初の1 0 0 0ルを過ぎていきましたさあスタンド前を通過していきます 先頭1番グレンガリーでリードを5馬身から6馬身8番のアンティシペイト単独の2番手でゴールマンも過ぎましたその後は3馬身差13番のゴーストが3番手その後と1馬身半差9番のテーモーロイヤルは4番手で1コーナーカーブを回っていきましたその後ろに7番のベローチオーロ11番のカウディーリョが続いていますさあ12コーナー中間点1番のグレンガリー1人旅リードを5馬身から6馬身変わらず保っています。 8番のアンティシペイト2番手につけています。その後また4馬身5馬身13番ゴーストが3番手1馬身反差4番手9番手王ロイヤル。 2コーナーナを回ります。その後ろ1、1馬身差7番のベローチョーロ前から5投目この辺り縦1列で11番のカウディーリその後1馬身3番のバルコスがインコース外は12番メロディーレーン並んで向こう正面に出ましたその1馬身半後ろ5番のカレン・ルシェルブル外は10番のレクセランスが並んでいきましたあとは1馬身2番のセントレオナード後方から4投目14番のランフォザ・ローゼスあとは2馬身がいて4番アドマイアールバ6番当選ーセン・カンビーナ並んで後方変わりません。スタート地点を過ぎ 3コーナーカーブに向かって残り1200を切りました。 リードを依然5馬身から6馬身キープ8番のアンティシペイト2番手今3コーナー回って残り 1000m 切りましたその後は2馬身3馬身外から9番のテ王オーロイヤルじわっと3番手に上がるかそのうち13番のゴースト並んでいっていますこれを追って10番のレクセランスが進出を開始34コーナー中間11番のカウディーリョが行ってインコース7番のベローチオロこれら中断になりました4コーナーカーブに向かいますその後ろから12番のメロディーレーン後方集団インコースは3番 のバルコスの追走で馬群の中5番のカレン・ルシェルブル第4コーナーカーブこれから直線に入りますさあ逃げます1番のグレン・ガリー先頭でまだリードを2馬身から3馬身離れた外9番のテーオーロイヤル一気に迫って残り400さあ並んで今度はかわして先頭だ9番のテーオーロイヤル坂を上がって堂々先頭1馬身から2馬身のリード2番手争いやいや内目から7番のベローチオロが追って離れた外から14番のラウンホザローゼスが追い込んでさらには6番の当選カンビーナさあ先頭は9番のテーオーロイヤル ロイヤルこれを追って14番ランホザローゼスが2番手で3番手は接戦先頭9番、テ王オロイヤル4連勝ゴール2着14番ランホザローゼス3着争いは6番当選カンビーナカ追い込んだ3番のバルコスカこの2頭接戦。